はようございます。コロナゴアングラーです。本日も小貝川にシーバス狙いの釣りにやってきました。時刻は7時。席に向かってルアーを投げ込みます。竿はダイソールアーロット、リールはシマノサハラ C3000HG、 ルアーはリバード、タタ巻きでも不規則な軌道を描いてくれます。 PE はハクレイに備え 1.5 号を巻いています。何度か投げていると、コツコツ反応があります。再度同じ場所にルアーを投げ込みます。ゆっくりゆっくり探るように巻いていきます。軽い根掛かりを外すと、よし、ヒット。結構引きが強いです。ハクレンではなさそうです。シーバスか。シーバスで会ってくれ。ぐいぐい沈み込みます。うまく近づいてくれました。まだ暴れています。慎重に最後の一巻き。タモ準備。も投入。入れ。キャッチ。引き上げます。これは40センチのナマズでした。今年もナマズに会うことができました。ご視聴ありがとうございました。コメントやチャンネル登録お待ちしております。